何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺生はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。よく見渡せる。湿地へ逃げれば、はぐれる者が多く出るだろう。いい餌食だ。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。慌てずともよい。ここに集まってくれ。寺か。隠れ家にいいな。誰もはぐれるな。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら、誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎が着く前に寺まで行こう。敵は多さ。侍様が倒してくださる。皆さんどうか、ノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。急げ、足を止める暇はないぞ。村外れで待ち構えておくか。蔵に隠れるか。
来たな。香炉に火をつけるとするか、煙はお気に召すかな。乗りよ。三階様。
耐えられそうにありません。これは何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。